エッシェル解説合紙で得られた太陽光スペクトル。エッシェル解説合紙はブレーズド解説合紙の一種である。溝の数が少なく工事の解説口を利用するよう溝の形が工夫されている。エッシェルはフランス語で階段を意味するイシェルより、最初の標準解説合紙はある定時の解説口をエッシェル解説合紙では工事解説口を利用する。 エシェル解説合詞で発生する複数の次数の解説項の重なりが横方向に分離されるように2つの解説合詞は垂直に設置される。通常の解説合詞では1時または2時のような定時の解説項を用いる。分解能を向上させるには溝の数を増やす必要があるが加工技術により制限がある。それに対しエシェル解説合詞では 数十数百といった工事の解説口を用いる。例えば波長が約200ナノメートルの光では90から100時、約800ナノメートルの光では20から25時の解説口を利用する。工事口を用いるため分解能が極めて高い。一方で工事の解説口を用いると明光の影響を強く受けるため、溝の形状は精密に制御しなければならない。 エッシェル解説号詞では、溝の数が数十数百本ミリメートルと非常に少ない。溝の形については、ブレーズ角が60から70度程度と極端に大きい。入射口は溝の反射面にほぼ垂直に入射し、ほとんど同じ角度で解説させる。つまり、入射角と解説角はブレーズ角にほぼ等しい。よって、 時数の大きな解説項を使っているにもかかわらず、十分な明るさが得られる。工事の解説項を利用するため、異なる時数の様々な波長の光が同じ測定位置に重なり合う。例えば200ナノメートルの2次解説光は400ナノメートルの位置に、3次解説光は600ナノメートルの位置に解説光が現れる。そのため、エシェル解説格子の手前に、 別の分散型分光器を設置して、各次数の光をスペクトルに対して、直角方向に分光させることで解説光の重なりを排除する。エッシェル解説格子によって得られるスペクトルは、狭い波長帯のスペクトルが次数順に縦に積み重なった二次元的な構造をしている。このため周光部で平面上に分散したスペクトルを面検出できる。 半導体面検出器を置くことで全波長を同時検出することができる。プリズムと組み合わせて使用する場合は、プリズム材質の光学特性によって分光できる。波長に制限がある。ありがとうございます。